吉川英治作宮本武蔵空の巻より誠意親や夫は殺され子は見失って呪術なぎに囚われていく女たちはおいおいと手放しに泣きながら脳を追い立てられていったいやかましいあるかねえか 土肥たちは鞭を振って彼女らを殴りつけた。ひーっと一人が倒れる。つながっている前の女、後ろの女も倒れる。土肥は綱をつかんで引き起こしながら、こいつら諦めの悪い奴らだ。冷えが湯をすすって痩せた土を耕しながら、骨と皮ばかりになっているより、俺たちと暮らしてみろ。世の中が面白くてたまらなくなるから。 面倒だ。その綱を馬につないでしょっぴかせろ馬の背にはどの馬にもかすめてきた財物や穀類が山と積んであるその一頭へ呪ずつなぎの綱の端を結びつけそして馬の尻をピシピシ打った女たちは悲鳴を上げながら駆ける馬と一緒に駆け出した倒れる者は黒髪を地に引きずって 腕が抜ける腕が抜けると叫んだ。わははは、あははは、大笑いしながら、土肥たちはその後から一段になってついていった。やいやい、今度は少し早すぎら、加減しろやい。後ろから言ううちに、馬も女の群れも止まった。だが、馬の尻を打っていた土肥の仲間は、 うんともすんとも答えなかった。あれ今度は止めて待ってやがる。どじめ。げらげら笑う声がすぐそれへ近づいていった。嗅覚の強い彼らは、すぐプーンと血の匂いをそこに感じた。おやと目も一斉にすくみあった。だ、誰だ誰だそこにいるな。 彼らが認めた一個の人影は、のそのそと草を踏んで向かってきた。手に下げている白葉からは、霧のように血の匂いが立っていた。いやいや前の者はかかとを引いて、ずずずっと後ろへ押し合った。武蔵はその間に、賊の人数を目積もりで、ざっと十二三人と呼んで、その中にも手ごわそうな男へ目をつけていた。 土日たちは山形のを抜きつれた。また、斧を持った男は横へ飛んできた。獅子槍の穂もそれとともに斜めから武蔵の火らをうかがうように低く詰め寄ってくる。命知らずめと一人がわめく。一体うぬはどこから来た風来棒だよくも仲間のものを言っている間に、ぐわっ。斧を持っていた右側の男が、 舌でも噛んだような声を出して武蔵の前をよろよろと泳ぎ抜けた「知らぬか」と血煙る中で武蔵は刀の切っ先を引きざまに言った「俺は領民の土を守る鎮守の神のお使いだ」「ふざけるな!」かすめ去ったし粛き槍を捨てておいて山刀の群れの中へ一刀をかざして駆けいった。 土肥が自分らの力を課題に盲信し,しただ一名だという点に敵を侮りきっているうちは武蔵も苦戦であったけれど目の当たりにその一名のため仲間の多数が駆け散らされバタバタと倒れ出した事実を見ると土肥どもは「こんなことが一体あることか」と錯乱し始め「俺が」と気負って進む者から 次々に醜い屍を晒していった。武蔵は最初に呪術なぎの女たちを馬に引かせていた一人の土肥を血祭りに切り捨てた時から敵の山刀を奪って持ちまだ自分の大将は使っていなかった。こんな賊を切るのに自分の魂ともする刀を汚すまでもない。相手の武器は雑多である。 それと戦えば、たちまち箱惚れを生じる。刀の折れる恐れももちろんある。また、最後の絶対的な場合に、身に帯びるものがないために、不覚を取るような例はいくらもある。だから彼は、容易に自分のものは抜かない。敵の武器を奪って敵を切る。うな、ん、覚えてろ。どひたちは逃げ始めた。 約十名余りが五六人になって元来た方へ走っていった。村にはまだたくさんの仲間が残って老石の限りを尽くしている最中であろう。思うにそこへ逃げ戻って他の猛獣どもと合流して目に物を見せてやろうというつもりと見える。武蔵はまず後ろへ戻って。 呪術つなぎにされて野に倒れている女たちの戒めを切りほどき、まだ立てる気力のある者に立てない者を解放させた。彼女らはもう礼を言う口さえ失っている。武蔵の姿を仰いで、ただ推しのようにほもごも手を使えて泣くばかりだった。もう安心するがよい。武蔵はまず言って、 村にはまだお前たちの親や子や夫が残っているのだろう。ええ、と彼女らはうなずく。それも救わなければなるまい。お前たちだけが助かって、置いた者や子たちが助からなかったら、お前たちはやはり不幸だろう。はい。お前たちは自分を守り、人を救い合う力を持っているはずなのだ。わしが手伝ってやるから。 お前たちも剣を持て。と彼は土肥がそこらへ落としていった武器を拾い集め、彼女らの手にめい,めい持たせて。お前たちはわしについてくればよい。わしが言うとおりになっておれ。炎や族の中から親や子や夫を救いに行くのだ。皆の上には鎮守の神様が火星についている。恐れることはない。と言い聞かせ。 土橋を渡って村の方へ近づいていった。村は焼けている。しかし民家が散在しているため火の手は一部らしい。道は炎の光に赤く生えて影帽子が地に移るほどだった。武蔵が彼女らを率いて村へ近づいていくと、おう、我か、いたのか。 とそこらの物陰に逃げ潜んでいた土民たちが次々に集まりよってたちまち何十名かの一団になった彼女らは我が親我が兄弟我が子などの姿に出会うと抱き合って号泣したそして武蔵を指さし「あのお方に!」と助けられた司祭を鉛のひどい言葉にしかし心からの喜びを表して告げるのだった。 土民たちは武蔵を見て、はじめは皆異様な目をした。なぜならば、法天ヶ原の吉街浪人よと、常々自分たちが口汚くあざ笑っていた人だからである。武蔵はその男どもへも、先ほど彼女らに告げた時と同じ言葉を持って教え、皆、武器を取れ、そこらにある棒切れでも竹でも、と命じた。 一人も背くものはなかった。村を荒らしている族はすべてで何十人ぐらいいるか。五十名ばかしで、と誰かが答える。村の個数はと聞くと、七十個ほどはあるという。まだ大家族的な威風のある土民であるから、一個あたり少なくとも十名以上の家族はあるとみていい。すると約 七八百名の土民が住んでいるわけで、そのうち幼児と老人病人を除いても、男女五百名以上の奏者はいるであろう。それが五六十名の土庇のために、年ごとの収穫を略奪され、若い女や家畜など蹂躙し尽くされても、仕方がないと諦めなければならない理由が、武蔵には発見できない。 武力のないものに限って、ただ漫然と武力に絶対な恐怖を持つが、武力はそう怖いものではなく、むしろ平和のためにあるものである。この村に平和の武力を持たせなければ、この3階は根を立つまい。法天ヶ原の浪人様、さっき逃げ込んでいた族が、大勢他の仲間を呼んで、今こっちへやってくれたぞ。 かけてきた一人の土民が、武蔵と村の者へ手を振って急を告げた。武器は持っても、山の暴れ者は恐ろしいと潜入観にとらわれている土民たちは、すぐ浮き腰になって動揺し始めた。武蔵はまず彼らに安心を与え、そして命令した。道の脇へ隠れろ。土民たちは我がちに、 木の陰や畑に隠れた武蔵は一人残ってやがて来る族はわし一人で迎えて戦うそしてわしは一度逃げる彼らの隠れた左右を見回して独り言のように言うだがお前たちはまだ出てこなくともよいそのうちにわしを追いかけてきた族が反対にまたここへ ちりじりに逃げてくるにちがいない。その時は、お前たちはわっと声を上げ、ふいに横からつけ、足を払え、まっうを殴りつけろ。そして、また潜んではで、隠れてはで、一匹も余さず、うちのめすのだ。言っている間に、もうなたから一群れのどひが殺到してきた。 彼らのいでたちはまるで原始時代の軍隊みたいだった。彼らの目には徳川の世もない、豊臣の世もない、山は彼らの天地であり、里は彼らのあらゆる上を一時に満たすところだった。あ、待て。戦闘の一人が足を止めて後に続く仲間の者を制した。二十名も来たろうか。 稀な大まさかりを下げたのや錆びた長江を抱え込んだのが赤い炎を後ろに背負い黒黒と立ちよどんで「いたかあれがそうじゃねえか?」すると中の一人が「おおあれだ!と」と武蔵の影を指さした約10軒ほど隔てて武蔵は道を塞いで突っ立っていたこれほどな殺到に こう無感覚な様子で彼が立っているのを見るとこの猛獣の群れも「おやこいつ?」と一応自分の異性を疑ってみたり彼の態度に不審を起こして足を止めずにいられなかったがそれはわずかな間だったすぐずかずかと二三名が進み出て「うぬか!」と言った 乱とした目で、武蔵は近づいたものを見つめた。彼の目に縛り寄せられたように、俗も武蔵をねめ据えたまま。うぬか、俺たちの邪魔に来た野郎というのは。武蔵が一言。そうだ。言った時は、ぶら下げていた彼の剣が、俗を真っ向に割り付けていた時であった。わっとどよめいた後は、もう、 誰かかの見分けもつかなかった小さなつむじの中に固まりあって吹かれてゆく羽織の群れみたいに乱闘が始まったのだしかし片方は水田だし片方は並木の土手になっている道なので血のりは土どもに不利で武蔵には絶好だったそれに土庇は凶猛ではあるが武器の統一も訓練もないので これを一条下がり松の決戦の時から思うと武蔵はまだ生死の境に踏み込んでいる心地はしなかったそれと彼は木を見て引くことを考えていたせいもあろうあや野郎逃げやがった逃がすな土偽たちは駆けてゆく武蔵を追い詰め追い詰めてやがて野の一端まで誘われてきた 血のりはさっきの狭い場所よりもここの何物も,もない広い野原の方が武蔵には当然不利に見えたが武蔵はあっちへ逃げこっちへかけ彼らの密集を存分に分散させてから突然恒星に変わった。かッ一冊また一冊血しぶきから血しぶきへ武蔵の影は飛び移ってゆく。 どひどもは、ものものしいいでたちほどもなく、わっと元の道へ逃げ出した。来た来たぞ道を挟んで、物陰に隠れていた土民たちは、そこへ逃げてくる族の足音を聞くと、わっと一度に放棄して、くなくそう毛玉の目が、竹やり、棒、雑多な武器を振るいながら、 押し包んでは殴り殺した。そしてまたすぐ、隠れろと身を伏せ、やがてちりじりになってくる賊を見ると、再びわっと包んで、やろうやろう稲子をやっつけるような州の力で、賊を一人一人打ちのめしてしまった。こいつら、口ほどもねえがよ土民たちはにばかに気負い出した。 そこらに数えられる族の死骸を見て、今までは観念的にないと思っていた力が自分たちにもあると新しく発見したのだった。また来たぞ一人だやってしまえ土民たちはひしめいた。かけてきたのは武蔵だった。おお、違う違う法天ヶ原のご老人だ。 彼らは正を迎える重卒のように、道の両側へ身を交わして、武蔵の明けにまみれた姿と手の血刀を見守った。血刀の刃はノコギリのように刃こぼれしていた。武蔵はそれを捨てて落ちている賊の槍を拾った。賊の死骸が持っている刀や槍をお前たちも拾ってもて。彼が言うと、 ドミンの若者たちは割れがちに武器を拾った。さあこれからだお前たちは力を合わせて自分の村から賊を追い払え自分の家と家族を取り戻しに行け。そう励ましながら武蔵は先頭に駆け出した。もうひるんでいるドミンは一人もなかった。女や老人や子供までが武器を拾った。 武蔵の後から走っていった。村へ入ると昔ながらの大きな農家が今盛んに燃えていた。土民の影も武蔵の影も木も道も真っ赤に見えた。家を焼いた日が竹林へ燃えついたと見え、青竹の爆裂する音がパンパンと炎の中で凄まじく跳ねている。 またどこやらで赤子の叫び声がする。火を見て狂う牛小屋の牛のうなりもものすごい。しかし、降りしきる火の粉の中には一人も賊の影が見えなかった。武蔵はふと、どこだ、酒の匂いがするところは、と土民に尋ねた。土民たちは煙にばかりくらんでいたので酒の匂いを感じなかったが、 そう言われて、坂めに酒をたんとためてあるのは、長の家しかねえが、と言い合った。賊はそこにたむろしていると、武蔵は一同へ教え、柵を授け、わしに続け、とまたかけた。そのころ、あっちこっちから戻ってきた村の者は、もう百名を超えていた。床下ややぶの中に逃げ込んでいたものも、 次第に出てきて、彼らの団結は強大になるばかりだった。長の家はあれだ。土民たちは遠くから指さした。形ばかりの土塀に囲まれ、村では大きな家だった。近づいていくと、そこらに酒の泉でも流れているように酒の香りが鼻を打ってくる。 土民たちが付近の物陰へ隠れ込まないうちに、武蔵は土衛を越えて、ただ一人、土肥の本拠としている農家の中へ入っていった。土肥の狩猟と主なるものは、広い土間の中にたむろして、酒亀を開け、若い女を捕らえて酔いつぶれていた。あ、慌てるな土肥の狩猟は何か怒っていた。 たかが一人の邪魔者が出たからって、俺の手をわずらわすまでのことはあるめ。てめえたちの手で片付けてこい。そんな意味らしい言葉だった。そして今ここへ急を告げに来た手下を頭から叱り飛ばしているのだった。その時、首領は異様な声をすぐ外に聞いた。 炙った鳥の肉を咲き、酒を煽っていた周りの族も、いや、なんだ。一斉に突っ立ち、また無意識のうちに武器を掴んだ。そして、不気味な絶叫の聞こえた土間の入り口にばかり気を取られていた。武蔵はその時、とっくに家の横手へ走っていた。そして、おも屋の窓口を見つけると、槍の絵を足がかりとし、 家の中へ飛び込んで、土肥の城の後ろへ立った。己か賊のかしらは声に振り向いた途端、狩猟の胸板は武蔵の突き出した槍に縫い通されていた。同盲なその男は、うわっと血にまみれながら、その槍を掴んで立ちかけたが、武蔵が軽く手を離したので、 胸に槍を突き立てたまま土間へ転げ落ちた。もう武蔵の手には、次にかかってきた賊の手からひったくった刀があった。それで一人を切り、一人を突くと、蜂の子のように土肥は割れがちに土間の外へ飛び出した。その群れへ武蔵は刀を投げつけて、すぐその手へまた死骸の胸板から槍を抜いて持った。 動くな鉄壁でもという勢いで彼は外へ駆け出した。竿で水面を打ったように土肥の群れはさっと分かれたがもう槍の自由な広さである。武蔵は菓子の黒い絵がしなうほどそれを振っていた。またついて跳ね飛ばした。また上から殴りつけた。叶わぬと思った土肥は 土兵衛の門へ向かって逃げ出したが、そこは武器を持った村の者がひしめいていたので、兵を越えて外へ転び落ちた。多くはそこで皆、村の者に撃ち殺された。おそらく逃げた者も、片輪にならなかった者は少なかったであろう。村の者は、老いも若きも女も、生まれて初めての声を出して、しばらくは外貨に狂い、少し経つと、 我が子や我が妻や父母たちを見つけ合って嬉しなきに抱き合っていた。すると誰かが後の仕返しが怖いと言った。土民たちはまたそれにどよめき出したがもうこの村には来ぬと武蔵が悟したのでやっと落ち着いた顔色を取り戻した。だがお前たちは過信するな。 お前たちの本文は武器ではない桑なのだ。吐き違えて生半可な武力に誇ると土肥より恐ろしい天罰が下るぞ。見てきたか。徳願寺に泊まり合わせていた長岡佐渡は寝ずに待っていた。村の日は原や沼の彼方にすぐ間近く見えていたが。 もう火の手は静まっていた。二人の家臣は、は、見届けてまいりました。と口をそろえて言った。賊は逃げたか。村の者の被害はどんな風だ。我々が駆けつけるいとまもなく、土民たちが自分の手で賊の半ばを打ち殺し、あとは追い散らしましたようでございますはてな。 佐渡は飲み込めない顔つきであるとにかく今夜はもう遅い。翌朝は江戸へ帰る身なので地と周りになるが夕べの村を通って参ろう。と駒をそこへ向けた。徳願寺の寺相が一人案内についてきた。村へかかると佐渡は二人の従者をりみて。 そちたちは昨夜何を見届けてきたのか。今道端で見かけた賊の死骸は百姓が切ったものとは見えんが。と不信を抱いた。村の者は寝ずに焼けた家や死骸を片付けていたが佐渡の馬上姿を見ると皆家の中へ逃げ込んだ。あ、これ何かわしを思い違いしておるぞ。 誰か少し話のわかりそうな土民を一名連れてこい。徳願寺の僧がどこからか一人連れてきた。佐渡はそれで初めて昨夜の真相を知ることができ。そうだろう。とうなずいた。してその浪人というのは何というものか。佐渡が重ねて聞くとその土民は首をかしげて名は聞いたことがないという。 佐渡はぜひ知りたいというので、偽装はまた聞き歩いて帰ってきた。宮本武蔵というものだそうでございます。何武蔵佐渡はすぐ夕べの少年を思い起こして、では、あの、わっぱが先生と呼んでいたものだの。平常、あの子供を相手に、法天ヶ原の荒れ地を開墾し、百姓の真似事などをしておる。 の変わった浪人にござります。みたいなその男を佐渡はつぶやいたが判定に待っている用事が思い起こされていやまた参ろうと駒を進めた村長の門まで来るとふと佐渡の目を引いたものがある今朝たてたばかりのような真新しい考察に 墨色までみずみずとこう書いてあるのだった。村の者心うべきこと。桑も剣なり、剣も桑なり。土にいて乱を忘れず、乱にいて土を忘れず。文によって一に変える。また常によよの道にたがわざること。 うーん誰が書いたのか、この考察は。村さが出てきて、地に平伏しながら答えた。武蔵様でござりまする。お前たちにわかるのか、これが。今朝、村の衆が皆集まっている中で、この訳をよく解いてくださいましたで、どうやらわかりまする。自う、佐渡は振り向いて、 戻ってよろしい。ご苦労であった。残念じゃが。心がせく。また来るぞ。おさらば。と駒を早めて去った。うずきの頃、当主の細川三左衛門は無限小倉の本家にいて、江戸の判廷にいることはなかった。 江戸には息子の忠敏がいて、補佐の老人と対外なことは裁断していた。忠敏は英明だった。年も二十歳をいくつも超えてない若殿で、新将軍秀忠をめぐって天下の豪傑的な大名と肩を並べても、知事の細川三歳の古剣を落とすようなことは決してなかった。むしろその新進気鋭なことと、 次の時代に活顔を持っている点では戦国育ちの腕自慢ばかりをこととしている荒木もな老大名よりははるかに立ちまさっているところもある若殿はと長岡佐渡は探していた御所見の間にも見えない馬場にもお姿はない若殿はどちらにおいで遊ばすな 佐渡は、馬場の方から戻りながら、通りかかった若侍に尋ねた。おまとばでござります。ああ、おゆみか。林の小道を塗って、その方角へ歩いていくと、ピューンと心よい八うなりがもうまとばの方に聞こえる。おう、佐渡殿。呼び止めるものがあった。同伴の岩間覚兵衛である。 実務家で、辣腕で、重く見られている人物だった。どちらへと、各兵は寄ってきた。御前へ。若殿は今、お弓のお稽古中でござるが、さじゆえ、お弓場でも、行き過ぎようとすると、佐渡殿、お急ぎなくば、ちとご相談申したいことがあるが、なんじゃのほかではないが、 若殿との,との間に何かのお話が出た折に、一人ご推挙していただきたい人物があるのじゃが、ご統計奉公したいという人間かのう。いろいろなつてを求めて同じような望みを申し入れてくるものが、佐渡殿のところへなどもたくさんあろうが、今手前の屋敷に置いてある人物は、ちと少ない人物かと思うので。 人材は五島家でも求めておるのじゃが、だが、職にありつきたい人間ばかりでな。その手合いとは、地と質からして違う男でござる。実はそれがしの家内とは縁故もあって、数王の岩国から来て、もう二年もわしの屋敷にゴロゴロしているのじゃが、なんとしても五島家に欲しい人物でしてな。岩国とあれば、吉川家の浪人家の、 いや、岩国側の豪氏の子息で、佐々木小次郎といい、まだ若年でござるが、戸田流の東法を金巻自裁に受け、居合を片山宝器神久安から改伝され、それにも甘んじないで、自ら岩流という一流を立てたほどのもので。と、口を極めて各兵衛は、その人間を佐渡にうなずかせようとする。 佐渡はそう熱心に聞いていてなかった。むしろ彼は彼の移中に1年半も持ち越したままつい忙しいままに忘れていた別な人間をふと思い出していたそれは葛飾の法天ヶ原で開墾に従事している宮本武蔵という名であった武蔵という名は彼の胸にあれ以来忘れえないものになった 深く刻まれていた「ああいう人物こそ後藤家でお抱えになっておくとよいが」と彼はひそかに胸に秘めていたのであった。だがもう一度法天ヶ原を訪れ親しくその人物を見極めた上で細川家へ推挙するつもりでいたのである。今思い出してみるとそういう考えを抱いて帰った徳願寺の一夜から。 いいつか一年の夜も経っていた。「公務の忙しさにも紛れあれきりまた徳願寺へもう出る折がなかったためである。どうしているか」と佐渡がふと思い出していると岩間覚兵衛は自分の屋敷に置いている佐々木小次郎の推薦に佐渡の助力を期待して御前へ参られたらどうぞ一つあなたからもお口添えを。 くれぐれぐも頼んで立ち去った承知した」と佐渡は答えたけれど彼はやはり武蔵という名になんとなく心が惹かれていた的場へ行ってみると若殿の忠利は家臣を相手に盛んに弓を引いていた忠利のいる矢は一筋一筋恐ろしく正確で その八なりにも気品があった。彼の家来があるとき、これからの戦場では、鉄砲がもっぱら用いられ、槍が次に使われ、立ち、弓などはあまり役立たぬように変遷しておるようにござりますから、お弓は武家の飾りとしても、作法だけのご習得でよろしくはないかと存じますが、といさめたとき、忠としは、 わしのの弓は心を的にいておるのだ。戦場へ出て銃や二重の武者をいる稽古をしているように見えるか」とかえってその家来に反問したという若殿である細川家の進化は大殿の三歳以降にはもちろん心から振幅していたがそうかといってその三歳以降の予徳に付して忠利に仕えているものは一人もなかった。 忠敏の身辺に仕えているものは、忠敏その人を心から栄主と仰いでいるのだった。若侍の中に立ち混じって弓に汗を流している細川忠敏は、やはり一個の若侍としか見えないほど無造作な姿だった。今一息ついて弓場の控えへ来て汗を拭っていたが、 ふと老親の佐渡の顔を見かけて、何か用か佐渡は公務の用向きをちょっと耳に入れて、その後で、岩間各兵から誰かご推挙の人物があるよしでございますが、その人をご覧になりましたかと尋ねた。ただとしは忘れていたらしく、いや、と顔を振ったが、すぐ思い出して、そうそう。 佐々木小次郎とかいうものをしきりと推挙しておったが、まだ見ておらん。ご隠見なされてはいかがでございますな。有能の人物は初夏でも争って功禄を持って誘いますゆえ。ただとしはまた湯がけを手にはめても、家来の手から弓を受け取りながら、各米の推挙いたした人物も見ようが、いつかそちが呼ばな話に申した、 武蔵とかいう人物も一度見たいものだな。と言った。若殿にはまだご記憶でございましたか。わしは覚えておるが、そちは忘れておったのではないか。いや、その後暑いぞ。徳願寺へも、もう出る折がございませぬゆえに。一個の人材を求めるためには、せわしい用を省いても苦しゅうはあるまい。多様のついでになどとは。 じいにも似合わぬ横着な。恐れ入りました。したが、処方よりご奉公申したいと、ご推挙も多いところ、それに若殿にもお聞き流しのようでござりましたゆえ、ついお耳に入れたまま怠っておりましたが。いやいや、余人の眼鏡なら知らぬこと、じいの目でよかろうというその人物、わしも心待ちにしていたのじゃ。 佐渡は恐縮して藩邸から自分の屋敷に帰るとすぐ駒の支度をさせ従者もただ一人連れたきりで葛飾の法天ヶ原へ急いだ今宵は泊まっていられないすぐ行ってすぐ帰るつもりである心がせくので徳願寺にも立ち寄らず長岡佐渡は駒を早めた現像。 従者をみて、もはやこの辺りが法天ヶ原ではないかのう友侍の佐藤源蔵は手前もそうかと存じますがまだここらにはご覧のとおり青田が見えますから開墾しておる場所はもそっと野の,の奥ではございますまいかと答えたそうかのうもう徳願寺からかなり来ている。 これより奥へ進めば道は日立ち地へかかってしまう。日が暮れかけた。青谷は白いサギが粉のようにこぼれたり巻いたったりしている。河原のへりや丘の影やところどころに朝も終わっている。麦もそよいでいる。おう、ご主人様。なんじゃあれにたくさん。 農夫が固まっておりますが。うんなるほど。尋ねてみましょうか。待て。何をしているのか。かばるがわるに血へぬかづいて拝んでおる様子ではないか。ともあれ参ってみましょう。現像は馬の口輪をつかみ、河原の浅瀬を背踏みしながら、主人の駒をそこへ導いた。これ、百姓たち。 声をかけると彼らはびっくりした目をして群れを崩した見るとそこに一個の掘った手小屋があるまた小屋の横には鳥の巣箱ほどな小さな御堂ができていて彼らはそれを拝んでいたのだった一日の労役を終えた土民たちはおよそ50名もそこにいた命名がもう帰る間際であったらしく 洗ったたを携えていたそして何かがやがや言っていたがその中から一人の僧が出てきて「これはこれはどなたかと存じましたらお檀家の長岡佐渡様ではございませんか」。おう「おおお主は昨年の春村に騒ぎのあったおり身の案内に立たれた徳願寺の僧侶じゃの。さようでございます。今日もご参詣でございましたか。 いやいや、ちと思い立って急に出向いてきたまま、まっすぐにこれまで参ったのじゃ。さっそくに尋ねたいが、その折、当初で開婚していた、老人の武蔵と申す者と、いよりというわっぱは、今でも健在かの。その武蔵様は、もうここにはいらっしゃいません。何いないはい。 つい半年ほど前に、ふとどこかへ立ち去っておしまいになりました。なんぞわけでもあって立ち退いたのか。い,いえ、ただその日だけは、皆の衆も仕事を休んで、このように水ばかり出ていた荒れ地が、青々と神殿に変わりましたので、青田祭りの喜びをいたしました。するとその翌朝はもう、武蔵様も、あのいよりも、 この小屋に姿が見えなかったのでござりまする。とその僧侶はまだそこらに武蔵様がいるような気がしてなりませんと言いながら次のような司祭を話すのであった。あの時以来土肥を凝らし村の治安が強固になり命名の生活が平和に変えると誰一人この地方では武蔵の名を呼び捨てにするものはなかった。 皇天のご老人様とかまた武蔵様とか継承して今まで吉違い扱いにしたり悪行をたたいた者も彼の開墾小屋へ来てわしにもお手伝いをさせてくだされというように変わってしまった武蔵は誰にも平等にここへ来て手伝いたいものは手伝え豊かになりたいものは来い自分だけ食って死ぬことは 取りけだものものする。少しでも子孫のために自分の働きを残していこうとする者はみんな来いそう言うとたちまち「わしもわしも」と彼の開墾地には日々四五十人ずつ手空きの者が集まった農繁期には何百人も来て心を合わせて荒れ地を開いたその結果 去年の秋には今までの出水もそこだけは防ぎ止め、冬には土を耕し、春には縄城に種をまき水を引き、この初夏にはわずかながら神殿に青々と稲もそよぎ、朝も麦も一尺の世も伸びていた。土肥は来なくなった。村の者は気を揃えてよく働き出した。 若い者の親たちや女房たちは、武蔵を神のようにしたい、草餅や初物の野菜ができると小屋へ運んできた。来年は田も畑もこの倍になるぞ。その次の年には三倍になる。と彼らは、土肥征伐と村の治安に信念を持つとともに、荒地の開墾にもすっかり信念を持った。 その感謝の溢れから、村民たちは一日仕事を休んで、小屋へ酒壺を担いできた。そして、武蔵とい織りを取り巻いて、里かぐらの太鼓や笛を合わせて、青田祭りをしたのであった。その時武蔵が言った。わしの力じゃない、お前たちの力だ。わしはただ、お前たちの力を引き出してやっただけのものじゃ。 そしてその祭りに来合わせていた徳願寺の僧へ、わしのごとき一階の流浪者を皆が頼りにしていては末が心もとない。いつまでも今の信念と一致がよりの戻らぬように、これを心の的としたがよかろう。と一体の木彫りの完全音を包みから出して授けた。その翌朝、 来てみると武蔵はもう小屋にいなかった。伊織を連れて行く先も告げず夜明け前にどこかへ旅立ったものと見え旅包みもなかった。武蔵様がいない。どこぞへ消えてしまいなすった。土民たちは自負を見失ったようにその日は仕事も手につかずただ彼の噂と相席にくれたほどだった。 徳願寺の一層は、武蔵の言葉を思い当たって、それではあの方に住むまいぞ。青田を枯らすな。畑を増やせ。と一堂を励ました。そして小屋のそばに小さい道を作り、そこへ観音像を収めると、土民たちは言われるまでもなく、朝夕仕事にかかる前、仕事の終わった後には、 武蔵へ挨拶するように必ずそこへ抜かずいた。うの話はそれで終わった。だが長岡佐渡の杭いはいつまでも胸を噛んで。ああ、遅かった。渦月の世は草もやにぼかされてきた。佐渡は虚しく駒を返しながら。 欲しいことをした。こういう怠慢は一つの不中も同じこと。遅かった。遅かった。何度も口の中でつぶやいた。